9月19日月曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。台風14号が接近する九州のエリア、午前を中心に暴風雨に最大限の警戒が必要です。その後、中四国近畿にも活発な雨雲がどんどんと流れ込む予想となっております。詳しく見ていきましょう。天気分布予想です。午前中からこのように九州から近畿にかけて雨の範囲が広がります。特に九州は午前を中心に雨や風が強くなります。風が強いということは高波にも警戒が必要です。うねりを伴った高波、高潮に警戒をしてください。その後、中国地方にも接近する予想となっており、雨や風の強い状況が続く予想となっております。土砂災害や河川の増水や氾濫に厳重に警戒をしてください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。